もっと大きくなれよ。双子チャンネル。うまく開けるといいね。3つだな、それは。4つか。1個じゃないの。みーちゃん食べる？いらないの？食べるの？足やめて。うん、それ硬い。これ、苦いやつ。それが嫌だって。これ、くっついてパンをもらったらあっちに行っちゃう。そして座るっていう。座るのは偉いんだけど、椅子のとこ行けばいい。あの、作業やってるから。あ、そういうことか。ガタ？ねえねえ。何歳になりました？1歳？ 2 歳？ 2 歳？あ、3歳。何歳になりましたか？ 2 歳。こら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 。元気だね、君たちは。どんどんやんちゃになっていくよ。ね。もっと大きくなれよ。こんにちは、パパです。ママです。はい。今日は予告ということです。そうですね。まあ何の予告かと言いますとですね、はい、双子の体重が、特にグリーンさんですね、そうですね、もうすぐ10キロに届きそうだと。やっとやっと。まあ一応これぐらいの年齢の子の平均がだいたいまあ12、3キロ、うん、でまあ双子たち成長曲線なかなか乗らず、そう、で成長曲線のまあ下の方のグラフでもまあ11キロ乗ってるかなくらいな体重の時期なんですよ。そうですね。でまあまだ2桁ならないグリーンさん。で今グラフが出てると思うんですけど、はい、まあ、ここ最近毎日体重測定をしてて、やりたがってね。まあね、体重本人たちがねやりたいからやってるんですけど、そうそう、まあなかなか 9.7 とかを最大かな。9.8 とかあるかな。8超えてね、9ぐらいか、 9.9 ぐらいかな。そうだね、なんかこう9.5 とか 9.6 とか7とかこう行ったり来たりしておりまして、そう、もどかしい、こうお乗るかと思って翌日体重が 0.2 ぐらい下がってるみたいな、ね、でもなかなかねそんな感じで伸びておりません。はい、10キロって節目じゃないですか。だからまあそこで10キロ行ったらですね、あの成長曲線をまあドンと出して、うん、まあその時期に応じた映像なんか見ながら、はい、あ、なんか、あ、この時期こんな感じだったわと振り返りたいなと。そうね、レッドさんの時もやるんですか。レッドはね、もう10キロ超えてるから2人まとめて、2人まとめて、あの、まあまあこの時期こんな感じだったねみたいな。そうですね、あの2人まとめてやらないと終わあの映像もごっちゃになるので。そうね、だからまあ2人の体調曲線、成長曲線か、うん、見ながらねできたらなということを考えております。楽しみですね。まあね、これからあと1ヶ月以内にはやりたいね。あ、できればね。できればね。ね。ね。まあ、これでなかなか投稿されなかったら10キロまだ行ってねえんだという。そうですね。というわけで、なるべく早く。はい。伸ばしたい、ね。いっぱい食べていただいて。ね。そんなわけで、お楽しみに。はい、お楽しみに。